二十日の出洋野心は、広島県出身の実業家、青旗創業者。広島県豊田郡大町村生まれ。大長村は、広島みかん発祥の地で二重日室の実家も、果物農家を営んでいた。旧正忠の海中学校、農林省水産講習所卒業。同講習所の先輩で、中島東一郎が創業した、中島正商店に入社。 大長村の同郷で、みかん缶詰のアルカリ白皮法で名を残す鹿島正人に協力して、協力でみかんの缶詰作りに取り組む。ところが、鹿島が中島忠商店を通さず、直接英国と取引を始めたことから、中島の全額出資を得て1932年、みかんの缶詰加工とオレンジママレードなど、ジャム類の製造を目的として、広島県竹原下田の海に、畑同園、 株式会社を創業した。農産加工の美味しさは、その原料によって7割が決まるの新年のもと、当時柑橘類の最有料産地であった、瀬戸内に位置する場所を選んだと言われる。太平洋戦争中に閉鎖を余儀なくされ、広島県合同缶詰に整理統合されるが、戦後の1948年地元資本を導入して、青旗缶詰として再スタート。この時、 22室は中島に会社の返却を申し出たが中島は22室に社を任せた。社名は中島が英国滞在中にケンブリッジ大学とオックスフォード大学の伝統のボートレースのフェアプレーに感動して両校の青い旗に強い印象を受けたものと言われる。以降、22室は缶詰、ジャム類の製造に従事し、1980年代に ジャム類缶、瓶詰生産日本一になるなど、キューピー・アオハタグループの中核企業として成長させた。1972年、農産缶詰の品質、及びジャム類の品質向上の貢献により、食品産業功労賞を受賞。次男で2代目社長、二重二出、大野正夫も1999年に低糖度ジャムの商品化により、同賞を受賞している。 ありがとうございます。